矢部線。矢部線は、かつて、福岡県筑後市のハイヌ塚駅と矢目郡黒木町、現、矢目市の黒木駅とを結んでいた、日本国有鉄道、国鉄の鉄道路線、地方交通線である。1980年の国鉄再建法施行により、第一次特定地方交通線に指定され、1985年4月1日に全線廃止となった。なお、 鮮明の、矢部とは、予定線の終点とされた矢部組矢部村、現、矢部市のことである。改正鉄道不設法別表第111号の2に規定する、予定線、福岡県灰の塚より、矢部に、イタリル鉄道の一部で、1936年に、追加されたものである。沿線には、軍事施設や、関連の工場が多かったため、太平洋戦争が激化し、 不要不急とされた鉄道路線が次々と休止に追い込まれる中、建設工事が続行され、終戦後の1945年12月に、すでに路盤が完成していたハヌズ塚から黒木までが開業となった。太平洋戦争が終結してからわずか4ヶ月、日本の鉄道路線では、終戦後初めて開通した記念すべき路線である。将来的にはこの路線は、 大分県日田郡中津江村、現、日田市の体制を経て、宮原線の日後小国までを結ぼうとしていたが、結局黒木より先への延伸はならなかった。なお本路線に並行する形で、1903年8月には、基間 914mm の南地区馬車鉄道、1907年に南地区軌道に改称し、1915年に動力を内年に切り替えたが、 ハイヌズカ福島間に開業しており、同年12月には山内まで延長された。1916年には黒木軌道の手により黒木町まで延長。1923年に南地区軌道が黒木軌道を合併し、ハイヌズカ黒木町間が一本化されたが、矢部線が鉄道敷設法に追加されたことにより、1940年6月に廃止されている。 全駅福岡県に所在。接続路線の事業者名。所在地は、矢部線廃止時点のもの。鹿児島本線との分岐点から山内北、川内間で星野川に接近する付近までは、全線道路化されたほか、駅跡地も大半が撤去されて、道路の一部や建造物の敷地に姿を変えており、公園として整備された旧、筑後福島駅を除いてその面影を見ることができなく、 なっている。花州駅付近で国道209号がオーバークロスするが、その前後の道路は対面通行が可能であるものの、国道下のアンダーパスは拡幅されておらず当時の幅と同じで離合はできなかった。後に国道209号とは平面交差に改良され、2016年2月14日より、後を北交差点として供用されている。 筑後福島駅跡地は当時の駅舎が移転し公園の倉庫として再利用され、公園内にはホームと線路の一部並びに踏切跡が残され、公園入り口にはかつての歴史が掲載された看板がある。また公園内の藤棚にはハイレールが再利用されている。宇の池駅跡は立体交差する九州自動車道の高架下付近である。駅跡は やめしへ、あがつま団地の敷地の一部、山内駅跡は、やめし東公民館の敷地となっている。しかしいずれもやべ線の跡を示すものは何もない。またそれら以外の駅についても痕跡がなく場所の特定は難しい。現在の上山内交差点から星野川の手前までは、福岡県道52号やめかわら線の一部となっている。 県道はそのまま橋で星野川を渡るが、ここから矢部線は星野川沿いに進んでいたため、その後岸沿いに線路跡があるものの痕跡はなく車両通行止めとなっている。また一部濃度を化している部分があるが矢部が激しい場所もあって全体を歩くことは困難である。なお途中のトンネルは2012年九州北部豪雨の復興工事のために壊されたとされている。 星野川を渡る橋梁は川の途中で途切れており、手前で道路をまたいでいた橋脚は片側のみ撤去されていた。その後、2016年に星野川の川幅を広げる工事に伴い残っていた橋脚も撤去された。星野川を渡った地点からは再び道路となり、沿線にある八女市地域福祉センターに隣接する駐車場付近が北川内駅跡である。 その後道路は福岡県道七十五を楽しまる黒木線と交差した地点で終わりとなるが、その先駐車場となった横に築堤が残り来た川内トンネルが現存している。ただし封鎖されているため立ち入ることはできない。北川内トンネルを越えた先は農道から山旅道路に姿を変えるが、その先で中原トンネルに到達する。このトンネルの内部は常用町と 黒木町、いずれも、現、八女市の境で仕切りがされ、それぞれ別の酒造会社が酒蔵として利用しているため立ち入りができない。ただし黒木町側の方は酒蔵開きが行われることがあり、その際は一般人でも旧町境までトンネルの中に入ることができ、中原トンネルから黒木駅跡までは道路化されており、黒木駅跡は八女市黒木体育センターとなっている。 黒木駅跡を示す、駅名標と国鉄市11形状機機関車が、体育センターのすぐ横に設置されていた、近年センター横の駐車場の整備に伴い移設され、駅名標は新しいものになっている。堀川バスによりは犬塚北川内、黒木間にバス路線が設定されたが、ほどなく廃止され、現在は、転換前より存在していた北、 川内を通らない羽根犬塚黒木矢部線と福島北川内、星野線の2路線が事実上の代替路線として機能している。なお、前者は矢部線よりもむしろ南地区軌道の路線に近い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。